いやこれはもったいないって、いいよねそういうもったいない精神から生まれるの、うん、大事だよねそういう気持ち。マイのワイン三昧、竹マイです。今回は寄付ワインについてお話ししまーす。まあね、もう寄付ワインとはね、一言で言うと超甘くて美味しいワインなんですよ。はい、今日の動画では知っているとね、通なね、寄付ワインのこう面白い豆知識だったり美味しく飲むための方法を解説していきます。ということで、ちょっと先に乾杯しましょう。はい、乾杯、イエーイ。うまい、うまいよ。次ね、調子が出てくるよ。はい、で最後にはね、ソムリエ、私の一押しの美味しくてコスパ抜群のね、寄付ワインも紹介するので、最後まで要チェックです。はい、早速寄付ワインとはどんなワインってことなんですけど、寄付ワインはね、もう最高級の超甘口白ワインなんですよ。でワインがね、苦手な人でも飲みやすい、もう上品な甘いワインです。もう伝わった、伝わるよね、ここまで言ったらね。で寄付ワインの寄付っていうのは高貴なる腐敗っていう意味で、寄付ワインはね、辛口の白ワインを作るのに必要なね、ブドウ、同じブドウを使って作られてるんですけど、甘口にするためにね、腐敗したブドウを使って甘いワインが作られてるんです。えっ、腐ったワイン使ってんのって勘違いしないでくださいね。ちょっと詳しく説明しますね。寄付ワインとは、ボトリティスシネリア菌っていうカビがね、ブドウにくっついてブドウの水分を奪い取るんですよ。このね、ボトリティスシネリア菌ってめっちゃ大事だから、テストに出ますよ。でそうするとね、こうシネリア菌がブドウにくっついて、こうブドウの水分をこう取ることによって水分が抜けて甘い糖分だけが残るんですよ。だから例えると、柿をね、干し柿にすると水分がパーって抜けて甘みが凝縮されますよね。そんな感じです。ただブドウにカビ菌がくっつくっていう状態を作り出すのはとっても難しいんですよ。で下手するとね、本当にブドウが腐っちゃうし、まあ、ちょうどいいこう塩梅にするにはもう条件が2つあります。1つ目、朝に霧が発生して菌の生育に都合の良い温度だったりね、湿度状態になっていること。2つ目、日中は晴天でも乾燥してカラカラで水分がこう蒸発していくこと、この2つが大切で、しかもね、そんなお天気が1ヶ月以上も続かないといけないんですよ。でこのお天気がね、維持できないとブドウがね、腐っちゃうなんてことがあるんですね。だから寄付ワインは年によってはね、あ、もうブドウが腐っちゃって生産できませんでしたなんてこともあるんです。だから寄付ワインは他のワインと比べて手間がかかる分ね、価格もちょっとお高めです。3000円から購入できますけど、まあね、後で紹介するね、シャトーディケムっていう高いものはね、もう何万するんですよ。高いよ。でそんな寄付ワインのね、有名なね、三大寄付ワインって言われているものがあって、1つ目、フランスのソーテルヌ地方のシャトーディケム、2つ目、ハンガリーの都会地方の都会アスー、3つ目、ドイツのライン川周辺のトロッケンベーレンアンスレーゼ、この3つです。ソムリエ試験の時にはね、もう必ず抑えないといけないポイントでした。飲んだこともないのに抑えないといけないんですよ。本当に厄介でしたね。で、まあ、機会があったらね、皆さんぜひこの3つはゲットしてみてください。でそんな寄付ワインですが、ハンガリーの都会地方が寄付ワイン発祥の地とも言われていて、17世紀頃ね、オスマン帝国からの攻撃を受けて、一時的にね、ブドウ農家たちがあーってこう安全のね、地域に避難したことがありました。そして戦争が終わって、あ、やっと家に帰れたって戻ったところ、こうブドウの収穫が遅れちゃって、もう菌がついてたんですよ、ブーンみたいな。でも捨てるのはね、もったいないって、そのブドウを使ってワインを作った、めっちゃ甘いワインできたんだけどみたいな感じで、まあ、実はね、ハンガリーの出来事から100年後の18世紀頃、ドイツでもね、似たような話があって、当時ね、ドイツではこうブドウの収穫をするのに国からの許可が必要だったんですって。めっちゃめんどくさいね、国から許可を得ないとブドウ収穫できないんだよ。でトラブルがあってね、農家にね、その収穫許可が出なかったんですって。だから、まだかよ、まだかよってこう待ってたけど、許可下りないから、ブドウの収穫が遅れちゃって、ね、ブドウに菌がついちゃったんですよ。もうショックですよね、国からのさ、許可待ってたのに。で、ドイツの農家さんたちもね、いや、これはもったいないって、こう、一見腐ってしまってたブドウを仕込んでみたら、とっても甘いワインができたっていう話らしいです。で、ハンガリーとドイツの農家さんのね、このもったいないという精神によって偶然生まれたワインが寄付ワインなんですね。うん、面
面白いでしょ。いいよね、そういうもったいない精神から生まれるの、うん、大事だよね、そういう気持ち。諦めないこと大切。諦めたらそこで終了です。諦めたらそこで試合終了です。はい、で残りの生産地フランスソーテルヌ地方にはね、そういった話は残っていないようなんですけど、ティフワインのね代表的な生産地です。でフランスソーテルヌ地方ではもう世界最高レベルのねティフワインを生産してるんですよ。でもともとね長期保存が向いてるって言われてるねティフワインの中でも特に超長期熟成に向いているのがフランスソーテルヌのティフワインシャトーディケブです。シャトーディケブ、うん、もうこれはねもう100年以上熟成しても美味しく飲めるほどですし、あのさっきも伝えましたけどお値段も40万するんですよ。ぜひぜひもうここ一番頑張りたい時に買ってもらいたいです。はい、ということでキフワインについてのあれこれが分かりましたか。では次にね楽しみ方、キフワインは食後のデザートとしてしっかりとね冷やして飲むのがおすすめです。と甘いからね中途半端にぬるい状態で飲むともう変に甘くて飲めないんだよね。で、あのキフワインはねガブガブは飲めないですとか飲めるものじゃない。で、食後に時間をかけてこうゆっくりと楽しむと優雅ですね。しガブガブ飲めないよ。もうね飲んだらわかる。これはいけない。これは丁寧に飲まないといけませんっていうのがわかる。で、またキフワインはね長期保存に向いているワインなので、あ、買ったもの忘れたままだったとかね、あ、何年も放置しちゃったみたいな状態でもね、まあ、飲んでしまって OK です。まあ、物によるんですけど大体ね20年ぐらいは熟成できますね。まあ、20年も忘れたなんてそもそもないと思うから大丈夫だと思うんですけど、で、まあ、冷蔵庫で保存した方がいいですが、忘れてしまってた場合はね飲む前にしっかり冷やしてから飲んであげましょう。はい、ティフワインのあれこれがお分かりいただけましたでしょうか。ではここからはね皆さんお待ちかねのソムリエ武井の独断と偏見によるおすすめティフワインを一つだけ紹介したいと思います。おすすめのティフワインプティギロー、こちらハーフボトル 375ml でお値段3000円ぐらいです。フランスボルドー地方のソーテルヌ地区シャトーギローからの一本です。でハーフボトルでね3000なんて高いよってこうね思うかもしれませんが、ティフワインのねスタンダードを知ってる人にとってはもうねこれはね、あ、そう、これはねもうめっちゃお値打ちなティフワインなんですよ。そう、これがねハーフボトルのサイズだね。でなんでねお値打ちかっていうと、以前ねワインの師匠にティフワインの王様シャトーディケブとこちらのプティギローの飲み比べをさせてもらいました。でね最初こっち飲んでね、あー、まあ美味しいって言ってこうシャトーディケブ飲んだらやっぱりこう凝縮度はね違った、だから違いが全然分かりませんでしたっていうのはねそれはなかったんだけど、でもね例えば運前のワインですよ、こちらこれで3000円ですよ。3000円でこのクオリティはやばないっていうね、そんなワインでした。はい、ということでいかがでしたでしょうか。ティフワインの魅力伝わった？ちゃんとみんな理解した？うん、テスト出るから復習してね。うん、おうちデートでもデザート代わりにもねぜひ飲んでみてほしいです。でティフワインについてよくわかったよとかね飲みたいなって思った方はいいねとか飲みたいとかコメントお願いします。で勉強になったと思った方、私をもっと見てみたいなって思った方はチャンネル登録と LINE の登録もお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。